荒木正弘通算22年打率268、2045安打34本塁打378盗塁、ベストナイン3回、ゴールデングラブ賞6回。身体能力タイプなのに選手寿命が異常に長かったよな。正直走塁だけなら引退した時点でもまだまだやれてたと思うわ。荒木のヘッスラホームインコントスコ。ホームランこんな少なかったのか。オプス633、出塁率309、すごい定期。1試合4安打以上の固め打ち回数は荒木がトップなんだっけ。荒木は守備と走塁込みで評価せんと。守備走塁の選手が2000本も打ったことがすごいんやろ。やり遂げたのがすげえわ。守備と走塁だけで2000本安打打つまで使われ続けたことを評価するべき選手。平田をすごい勢いで猛追するジフ式。これ別に平田足遅くないのにな。盗塁王も取ってたよな。本当にヤバいのは盗塁じゃなくて走塁。速いしベーラン上手すぎる。荒木井端ほど完成された1、2番が存在しないけん。早打ちだったよな。一方井端はくっそ粘る。その後に福留打つとかいう反則打線。井端1番、荒木2番の方が好き。荒木横っ飛びでキャッチ体勢崩しながらも荒木がグラブトスしたのを井端が素手でキャッチして一塁送球。これ見られただけで成績以上の価値あるわ。二遊間守備はガチの歴代最高や。大きい怪我とかなくほとんど離脱してないのが一番大きいわ。なんだかんだ安定してるから計算できるし。無事これ名馬を体現した選手。ご視聴ありがとうございます。よかったらいいねとチャンネル登録お願いします。